は曇りです。今日は日曜日です。お疲れ様です。9時5分です。ただいま大田区の納品が完了しました。まあ、スチール本棚ですね。まあ、廃棄品なので重量測って、それからその後下ろすんですけども、ウィング開けて荷台からボン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 放り投げていくと、大きい磁石がクレーンで降りてきて、それをどん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 山積みしていくっていう感じでした。まあ、スチール棚の中に書類とかも入ってるのがあって、それが結構あったみたいで、終わった後計測して実際の重量を測るんですけども、だいたい実際の重量は1220キロでした。引かれたのは140キロ、およそ140キロ分の書類が入ってたということでしたね。まあ、そういうことで、今日の日曜日の仕事はこれで終わりで、あとは帰ります。はい。